普賢菩薩像。普賢菩薩は、法華経信者を守護するため白い像に乗って東方より現れると説かれていた。彩色や切金の美麗さに加え余白の情感が幻想的で優美だとされる。銀泥も素材の仲間入りをするが、酸化して黒ずんで見える。国宝。12世紀制作。殷世紀文化は、平安時代末葉の11世紀後半から、鎌倉幕府成立に至る12世紀末にかけての日本の文化。殷世紀は貴族の衰退と武士の伸長という過渡期であり、文化面でも新しい動きが見られた。河西と呼ばれた平安時代中期の聖行延殷世紀は、持典の君による日本仏教保護政策などによって寺社の世俗化が大いに進展した時期であったが、その反面、この状況を嫌って、特定の寺院に属さない、僧や、商人と呼ばれる、民間布教者が現れ、特に浄土教の教えを京の外まで広めていった時期である。京と琵琶湖岸の陽神坂本とをつなぐ白河の地には、六勝寺が立ち並び、北の神社とその周辺、さらにまた、多くの離宮が建てられた鳥羽周辺の京都南郊もまた、宇治川や淀川と結びついて新たな都市的空間となりつつあった。当時の京都は、このように全体として、新都市の様相を呈しており、そこでは、王権の強化に伴う各種の美術品の創作が見られた。殷は、古代国家の復活を願ったところから、その芸術には、復古的な傾向が伺われ、離宮や御所の宝蔵には、国内外の宝物が集められ、王権は様々な形で表現された。地方の文物はかつてないほど都に流入していったので、ある。中央の文化も広く、地方へ伝播していった。それは主に、奥州平泉の中尊寺金色堂、道の区の白水阿弥陀堂、宝器の三仏寺東入堂、豊後の復帰寺王堂など、寺院建築の意向にその傾向が顕著に伺える。また平清盛ゆかりの秋の厳島神社も当時の地方の文化水準の高さを物語る。没落しつつある貴族層の関心が庶民や信仰階級である武士に向かったのも殷世紀であった。それは軍記物の執筆や説話集の編纂、また新しい絵画ジャンルである絵巻物の画題などにもよく現れている。さらに後白河法皇による良人秘抄の編纂や、芸能化され貴賤問わず大流行した田楽のように、貴族と庶民の文化交流も、後半に見られた。その一方で、映画物語など、回顧的傾向を持つ歴史物語も作られた。和歌にも新傾向が見られる。日本語の上でも、平安中期とは、違いが見られる。山田隆夫は、平安時代のうちから、殷世紀を分け、むしろ、鎌倉時代と違いがないとし、殷世鎌倉時代という言語上の時代区分を設け、それは現在広く受け入れられている。日本の国語教育の古文で教えられる古典文法の活用体系やかかり結びの法則、47文字のかなの区別は平安中期のものを基準としているが、殷世紀はこれらが崩れてくる時期と捉えられる。おと、おの間に、音韻上の区別がなくなったのも11世紀末頃と考えられている。殷世紀文化は総じて、貴族の文化的関心が都での現実生活から、地方、庶民、過去へと向かう傾向が顕著であり、また、武士、庶民文化の方がも見られる点を大きな特色としている。1159年に起こった、平治のランボストン美術館所蔵、平治、物語絵巻より、仏教では、釈迦の没号、消防、増防、末法の三時代に区分している。末法思想とは、こうした時代区分に基づく、仏法水滅を説く、宿命的歴史観であり、平安時代中葉には、日本仏教で、消防、増防各千年説が有力となって永正7年が、末法の初年と考えられた。当時、武士の台頭や、僧兵の横暴、公家勢力の後退などによる、社会不安、天変地異、疫病、火災などの自然災害を経験した人々は、はっきりと末法を意識するようになり、無常観や遠征観がかき立てられていった。こうした中、西方極楽浄土への往生を願う浄土教が成功し、末法思想の流行に拍車をかけた。末法の時代が近づくにつれ、釈迦入滅後56億7000万年を経た後に、弥勒菩薩が地上に下って、衆生を救済するという弥勒信仰が広まり、また、弥勒の再生に備えて、経典を埋納して保存しようという人々の思いは、やがて経塚の築造という行為を生むに至った。現在知られる経塚の最古は、藤原道長が外面に願文を書き、中に、根子金寺経を収めた、銅製の経筒を、大和の金峰山山頂に埋納した例とされており、経筒に寛弘4年の記念名を有する。以後、経塚は盛んに作られるようになり、11世紀後半から12世紀前半にかけては全国各地で盛んに築造された。当初は弥勒信仰に基づく仏典保存を目的としていたが、やがて極楽往生や現世利益などの同期も早い段階から複合していった。なお、経を収める容器には、同等のほか陶製の壺や甕、竹製、石製の容器も用いられた。銅製の経筒には、円形の筒のほか、六角形や八角形の筒もあり、さらに石製の外容器を伴う場合があった。蓮華院本堂摂関期の天皇はに、諸僧廟とされた伊勢神宮と、岩清水、八幡宮をはじめ、鴨社や松尾社などの神社に奉幣したり、行幸したりして、権威を高めたが、院政期には、白河、鳥羽、後白河の三上皇が自ら出家して、法皇となり、仏教によって、権威を高めた。白河天皇の建立した、法勝寺をはじめとする六勝寺が、鴨川の東、白河の地に、相次いで造営された。また、洛南の鳥羽に多数建てられた、阿弥陀堂をはじめ数多くの銅塔や仏像が作られて、盛大な法会を開き、しばしば帰依、熊野参りや、鷹の詣を繰り返した。また、後白河法皇は、平清盛と共に、蓮華院本堂を作り、その宝蔵には、古今東西の宝物を収めた。院政期には、なんと、北嶺などの大寺院が上述のような仏教、保護政策に乗じて、荘園領主として、世俗権力化していった。寺社は、自領の商民や下級僧侶を大衆として多数抱えて、武装化し、豪訴によって、自らの要求を押し通そうとする状況さえ生まれた。また、奈良法師と称された南都と北嶺とは、お互い激しく対立したが、天台座をめぐっては、三門派と寺門派が、同じ天台宗の中でその地位を競った。永保元年以降は、延暦寺の僧兵による温情寺焼き討ち事件が、起こっている。こうした、自社権力の世俗化に対し、人々は、かえってそこに末法を感じて、内面的な救済を求めることも多かった。自社に属さない僧侶である聖の教えが広く普及する、背景がそこにあった。また、この時足湯の文化が発達した。仏教による、五穀思想が行き渡る中で、神は、仏の化身であるという本自衰弱説が一層、広がった。鴨社や春日社などに仏塔が建てられたのも12世紀のことであった。藤原氏の氏神である春日社は、神仏習合の進展により、氏寺である興福寺と一体のものとなっていった。11世紀末から興福寺主虎による豪訴がしばしば行われるようになったが、寛治7年以降、春日社の神霊を移した神木を奉じて上洛する。神木動座もたびたび行われた。一方、延暦寺の僧兵たちが、日吉社の神輿を奉じて豪訴する、神輿動座は、嘉保2年に始まった。修験道は一層盛んとなった。紀の熊野三山はじめ、大和国の葛城山、金峰山、大峰山、出羽国の出羽三山などは特にその中心として、修験の活動の場となった。高野清出身で、鎌倉時代初期に活躍した長元法然上人、末法思想は多くの貴族の心を深く捉え、阿弥陀堂が各地に造営されたが、こうした浄土教の普及に力があったのは、むしろ既成の教団や寺院から離れ、山林に入り、あるいは遍歴して、独自の活動を展開した、清、あるいは聖人と呼ばれた求道者であった。清は、寺院において、学問を旨とする学徒に対し、寺院経済を支える、前途の立場にあり、既成の寺院から離れて、別所と呼ばれる地を、その活動拠点とすることが多かった。その中で、高野山を別所としたのが、高野清である。清たちは、山林修行や、諸国遊行を、主としながらも、造寺、造塔、写経、供養、いかね、架橋や道路、港湾建設の勧進などの多彩な活動を通じて、民衆からの尊崇と支持を獲得していった。それまでの家事義党や、学問中心の仏教から、内面的な深まりを持ちながら、庶民など広い階層を対象とする新しい仏教への変化が帯同していった。はじめ天台宗の教学を学んだ法然は、承安5年、もっぱら阿弥陀仏の誓いを信じ、南無阿弥陀仏と念仏を唱えれば、死後は平等に往生できるという専修念仏の教えを説き、後に浄土宗の開祖と仰がれて、鎌倉新仏教の講師とされた。法然の教えは、摂関家の九条兼実ら中央の貴族をはじめ、地方の武士や庶民にまで広まった。その弟子は、浄土真宗を開いた、親鸞はじめ、極めて多岐にわたっている。また、女性に、初めて布教を行ったのも、法然であった。浄土教の全国的な広がりを端的に示すものに、阿弥陀堂建築がある。阿弥陀堂とは、その名の通り阿弥陀仏を安置する、仏堂で、摂関時代以降に盛んに作られた。一般的な形式は、一間四面堂と称される、片3間から5間の方形の堂で、中央の片1間に、阿弥陀如来を安置し、その周囲にひさしを巡らすタイプで、中尊寺金色堂はじめ白水阿弥陀堂、復帰寺王堂など全国各地で多数作られた。鳳凰堂タイプは、阿弥陀浄土変相図に描かれた、極楽宮殿を模した建築で摂関期の平等院、鳳凰堂のほか、藤原秀衡が平泉に創建した、無量光院にも、同様の仏堂が建てられた。今一つは、九体阿弥陀像を安置する長方形の、旧、体堂であり、浄瑠璃寺本堂が、唯一の遺構である。なお、陰盛期において、国風文化期に、中央で開花した、阿弥陀堂建築が地方へ伝わり、貴族文化を地方在地領主が受け止め、昇華した。これらの背景として、浄土教の広がり、また地方反乱鎮圧のための横領士などの地方遠征などが挙げられる。白水阿弥陀堂往生極楽院なお、国風文化においての阿弥陀堂建築としては、以下のものが挙げられる。斜面や崖に張り出して作られ、床の一部が長い柱で支えられた建物を、掛け造りと呼び、江戸時代初期の清水寺本堂が有名であるが、この特異な形式が生まれるにあたっては、神仏習合、中でも、山岳仏教より生まれた、修験道の影響が甚大である。陰盛期にあっては、三仏寺等入道がことに著名である。蓮華院本堂は横に長く、千一体の千手観音像を安置したもので、阿弥陀堂ではないが大型化した旧、体堂タイプとみなしてよい。三仏寺等入道一乗寺三重等平安時代の等建築では、最初に、宝塔や王塔といった新形式の導入が見られたが、現存する遺構は、双塔形式のみである。双塔建築では、従来は心柱を地下もしくは地上に据えていたものが、浄瑠璃寺三重塔、一乗寺三重塔以降の三重塔では、心柱はすべて、初重天井上の梁から立つようになる。これは、初重の内部空間を広く使うためと考えられる。宇治上神社本殿厳島神社の鳥居現存する、平安時代以前の神社建築には、上述した、山岳宗教の遺構。三仏寺東入道と宇治上神社本殿があるのみである。なお、神社建築様式の上では、今日、流れづくりとともに、神社本殿の普遍的な形式となっている、春日造りが、平安時代末期には成立していたとみられる。春日造りは、切妻造り、妻入りで、やはり御社の正面にひさしをつけた春日社本殿に、見られる形式で、ひさしを、粗垂木として、御社より軽く扱うひさし本来のあり方を示す。この形式は、定期造体の後の宮殿分与によって、その後畿内各地に広がったとみられる。また、春日造りの一種とみられる、澄木入り春日造りは、熊野信仰の伝播により、中世以降、日本全国に広まった。毛辻浄土庭園大泉が、池の月山庭園としては、浄土教の広まりとともに、上述した、白水阿弥陀堂教域はじめ浄土庭園に、特筆すべきものが多い。中でも、奥州藤原氏二代目当主の藤原元衡が、久安6年から93年にかけて、大規模な伽藍を建立したことで知られる、毛辻は、元衡夫妻及びその子秀衡によって整備され、壮麗な堂塔全貌を誇り、王子の規模は中尊寺を上回るほどであったが、嘉禄2年の火災、さらには、天正元年に陛下により焼失してしまった。しかし、見事な浄土庭園を今日に伝えており、園地も、橋脚を残して中島、庭石については球体をよく示しており、曲水の縁が行われたと言われる槍水は、平安時代の遺構としては、日本唯一のものとして、学術上の価値も高いことから、毛辻浄土庭園として、国の特別史跡及び特別名称に指定されている。毛辻に関しては、元衡が、本尊の薬師如来像の制作を莫大な霊物を持って京在住の仏師運慶に依頼したことが知られており、その見事な出来栄えに驚嘆した鳥羽法皇が、奥州下りを禁じたという逸話も残っている。薄隙間外物、大日如来他にこの時代の代表作として下記が挙げられる。絵画では、物語や説話を題材に、言葉書きを織り交ぜながら、場面を展開していく絵巻物という独自の手法が編み出されて隆盛した。大和絵の手法によって描かれた絵と言葉書きとを交互に、連ね、維持道図法によって、あたかも映画を見るように次々に展開する画面の連続は、世界の絵画史においても他にほとんど類例を見ない、極めて日本的な形態である。源氏物語絵巻宿り木、友苗、大納言絵言葉、応天門炎上の場面、尻山演芸巻、山崎長者の巻、地獄草子、壁茶絵これらの中で、特に、友苗、大納言絵巻と、尻山演芸巻の両絵巻は、都の庶民のみならず、地方農村の庶民生活を、生き生きと描いており、時代の空気がよく示されている。12世紀の古川寺縁起絵巻も、また、地方社会に生きる人々が描かれた絵巻である。日本の美術作品で民衆の暮らしぶりが描かれるのは、殷世紀に始まったこれら絵巻物が最初であり、その意味でも画期的である。鳥獣戯画、平安後期に流行した文字と絵を組み合わせた、装飾的絵模様の一種に、足手絵がある。洗面古写経殷世紀には、浄土教の広がりや末法思想の影響によって、人々は極楽往生を願い、善美を尽くした装飾業が競って作成された。この時代の代表作として、大治元年に藤原清衡が発願して作成した、根子金銀嶺一切経や平氏一門が、厳島神社に奉納した、平家の王教がある。平家の王教大治4年に、白河法皇が没した時、院の発願で制作された仏像仏画の数は、常六像、半常六像合わせて193体、等身像3150体、仏画5474に及んだとの記録があるように、殷世紀は仏教絵画も多数描かれた時代であった。孔雀明王像殷世紀仏画の特色としては、描写が繊細で豊かな色彩を持つ傾向があり、切金はじめ様々な工芸手法を用いたり、貴金属を散りばめたものが多く、極めて装飾的な表現で描かれたものが少なくないことが挙げられる。総じて優美で繊細な傾向を有する。前代の密教絵画を流れを引き継いだものも多いが、浄土教の流星を反映して阿弥陀如来を描いたものも多い。密教絵画では、京都市東山区青蓮院の不動明王に同時像があり、不動19巻に依拠する現存最古の画像であり、11世紀の制作である。監督画として名高い恩城寺、興不動を模した京都満州院の興不動は12世紀前半の作であり、国宝に指定されている。滋賀県大津市の石山寺に伝承する不動明王二童子像は12世紀の作で、重要文化財に指定されている。なだらかな曲線と優美な色彩、精緻な切金文様で知られる、東京国立博物館所蔵の孔雀明王像は12世紀中葉の作である。大阪府、藤田美術館所蔵の国宝、陵武王行監督図は、密教の重要経典、大日経と、本郷頂行がインドで監督されたという場面を描いている。奈良県天理市の内山永久寺にあったもので、藤原宗弘が、宝円2年に描いたものである。曼荼羅には、宝元元年に、平清盛が、自らの血を用いて描いたと伝承される、領海曼荼羅があり、血曼荼羅と称される。法隆寺や久米田寺に伝わる、星曼荼羅は、共に12世紀の作である。ボストン美術館像の、千手観音像、馬頭観音像、如意輪観音像は、いずれも、フェノロサ・ウェルドコレクションで12世紀の作である。3作とも絹本着色で、それぞれ多様な工芸的手法を用いた、装飾味豊かな絵画であり、描写は繊細、彩色や文様は、優雅な中に、清新さも見える傑作である。和歌山県金剛法寺像、善女龍王像は、久安元年の低地質の仏画であり、国宝に指定されている。釈迦金貫出現図仏伝図としては、金剛法寺像の仏根判図が知られる。仏根判図は釈迦が、一切の煩悩が、ことごとく消滅した涅槃の境地に達した様子を描いたもので、平安後期から鎌倉、室町期にかけて、宗派を問わず盛んに制作され、涅槃会に際して、献用された。金剛法寺造品は、応徳3年4月7日の銘があり、日本最古の仏根判図の作例であるのみならず、在名仏画としては、最古のものとしても知られる。慈愛に満ちた明るい涅槃図であり、平安仏画の代表作と称されるほどの素晴らしい、出来栄えを示している。これと双璧をなす傑作が、京都国立博物館所蔵で11世紀後半の、釈迦金貫出現図である。釈迦が入滅して、金の棺に収められた後、嘆き悲しむマヤ夫人のために、釈迦が棺の蓋を開けて復活し、夫人はじめ人々に最後の説法をして諭す場面を描いたものである。金棺は、手前が短い逆遠近法で表されており、画面が急進的で、しかも動的に構成され、極めて表現性に富んでいる。西方極楽浄土より往生者を迎えに来る様子を描いた絵画が来迎図である。名品が多い中で特に傑作とされるのが、12世紀後半に制作された高野山有志八幡講10、八華院、阿弥陀小樹来迎図である。阿弥陀如来と29体の菩薩が大画面いっぱいに広がり、いずれも正面向きの座像で描かれる。中央の阿弥陀如来は、とりわけ大きく、肉身部分に、金泥、着衣部分には、切金文様が施されており、全体が、金色に輝いている。他にこの時代の代表作として下記が挙げられる。日本当時史において、12世紀は、一大変動の起こった時期である。従来律令体制と連動してきた、尾張国の次期生産地さなげようが、11世紀以後、購買層を支配者層から、庶民層へと移行し、実用的な無憂の山茶碗の生産を開始した。そうして、さなげようが周辺地域に拡散し、多数作られた山茶碗用の中から、12世紀前半、知多半島の常滑焼と渥美半島の渥美焼が現れ、大量の山茶碗のほか粘土紐巻き上げ成形による大型の壺を生産し始め、これが東北地方北部から九州地方に至る広い範囲に流通した。常滑では三筋分壺が特徴的であるのに対し、厚見ではヘラによる各種の千堀文様が特徴であり、川崎市南加瀬より出土の自然釉秋草分壺は国宝に指定されている。共に分、炎柱を伴う穴蔵用で制作された。なお、分炎柱は日本人の考案によっている。一方、須焼系統からは、能登国において、錫焼がやはり12世紀前半には現れて、その製品は北海道から京都府にかけて主として日本海沿岸部に流通する。ここでも壺が多作され、従来のろくろ成形を重んじながらも、胴部から剣部にかけては、粘土紐巻き上げで、ろくろ成形の後部と接合するという技法が採用されている。焼成時の割れを防ぐため、叩き具が考案され、特に内面には、叩き締めの文様が多く残る。これら須焼系の釜には、大畑用、泉八用、新為用、飯坂用、金井用、新出用、魚住用、亀山用、十便山用、樺番状用があり、いずれも、分、炎柱を伴わない穴蔵用で、壺、パチはじめ庶民のための無憂の生活用具が多数、制作された。東海系陶器においても、その影響のもとで、地方用が開かれた。12世紀後半には、宮城県石巻市に、水沼用、兵庫県西脇市に緑風台窯が築かれ、12世紀末様には、常滑焼の技術を受けて、福井県入国越前町で、越前焼の生産が開始した。以後、13世紀にかけて、信楽焼、丹波焼など常滑の影響を受けて、開けようし、ここに中世陶器の時代が始まる。片和社、牧枝伝手箱漆器には、東京国立博物館所蔵で国宝の片和社蒔絵羅伝手箱がある。平安時代の工芸を代表する蒔絵の名品であり、表面は金、青金の剣で蒔絵羅伝を用いて流水に半分、浸された多数の車輪を描き、内面には金と銀の剣で蒔絵で草花やアスカが描かれている。いずれも当時は料紙装飾などで多用された文様である。なお、今日では、手箱と称されているものの、当時は、装飾業を収める京箱として作られたものである、可能性が高いと見られている。大阪府河内長野市の金剛寺所蔵の、延べ、すずめ蒔絵手箱は12世紀の作で、重要文化財に指定されている。親すずめが子に餌を与える姿は、宗我における定型の図様を借用しているとの指摘があり、また、延べに雑草を描くのも、北宋の影響と見られる。王業のものとしては、中尊寺金色堂趣味団が特に知られる。黒漆に金蒔絵と螺鈿を施した段であり、かまちと束は、金銅の薄板で覆われ、角狭間には、伝説の鳥である鳳凰などの装飾が施されている。壮麗な段として知られ、壇上に、阿弥陀三尊、六地蔵、二点が安置される。檀家に、奥州藤原氏三代の遺体を収めている。鋳造品では、中尊寺円淨院所蔵品として、神仏集合思想を端的に示す、金銅釈迦如来像御正体、金色堂内陣投げ師にかけられた、金銅化鬘がある。前者は、平安時代の掛仏の代表作と言われる、名品であり、後者もまた日本の化鬘の中でも最高傑作と言われる。千国千手観音東京像秋田県大仙市、豊川の水神社所蔵。千国千手観音東京像は11世紀に、鏡面に線刻が施されたと見られる銅鏡である。鏡面に、タガネで、千手観音の立像と自立する眷属を彫り、背面には中央に、宝相花文、四方に、蝶や鳥を配した図柄の八稜鏡であり、国宝に指定されている。当時、鏡は、姿見として、上流階級には普及していたが、一方では悪いものを寄せ付けない、辟邪の威力を持つものとも信じられており、経とともに、経塚に埋納される例も見られる。出羽三山の一つ羽黒山の通称、鏡ヶ池からは、平安時代末期から江戸時代のものまで600面に及ぶ鏡が出土している。これは、羽黒鏡と総称され、花鳥を題材とした、伸びやかで優雅な文様を特色としており、和経の研究に欠かせない資料となっている。平家農業を収めた、経箱、金銀総雲龍分銅製経箱は、厳島神社の社宝として伝わった12世紀後半の作で、国宝に指定されている。黒光りする銅板の上に、金銀と金の雲龍分の金物を秒で留めている。他に、平氏一門に属する人々が、厳島神社に奉納したものには、舞楽面、獅子、狛犬などがある。当時の貴族は、祝宴や法会、祭礼などの席で人々を驚かせる、豪華な作り物を競って飾った。今日、春日大社に、春日大社若宮御料古神宝として12世紀制作の金鶴及び銀樹枝、銀鶴及び磯形が伝わっており、いずれも国宝に指定されている。折りたたみ線は日本で発明され、平安時代には貴族の必携品となった。神社では、巫女が神を招く呪具として用いられた。ひおうぎ特に祭会ひおうぎも各地に伝わっており、厳島神社所蔵の12世紀後半の祭会ひおうぎは、国宝、島根県松江市の助大神社所蔵の12世紀のものは、重要文化財に指定されている。これら扇は、日宋貿易における日本の重要な輸出品の一つでもあった。また、武士の台頭を反映して、刀剣や甲冑も盛んに作られた。伊予国大三島の大山積神社所蔵の源の義経奉納と伝わる赤い戸おどし鎧、源の頼朝奉納と伝わる紫綾おどし鎧、源の義仲奉納と伝わる訓紫川おどし胴丸はいずれも12世紀の作と見られ、全2社は国宝、後者は重要文化財にそれぞれ指定されている。西本願寺本36人歌集。この頃制作された書道作品としては、西本願寺本36人歌集が知られる。天永3年の制作と言われている。破り継ぎ、金銀の切り箔、砂子、墨流しなど様々な料紙装飾を施した、華麗な冊子に36歌仙の和歌をチラシ書きにしたものである。約20種類の和様の筆跡が確認されており、12世紀前半の約半世紀は、かなのあらゆる美しさが追求された時期であると言われる。また前代に成立した作品を書写したものとしては、記述の源氏物語絵巻などの絵巻の言葉書きや、平家農協などの経典のほか、古今和歌集には、元永本があり、元永3年の奥書きを有し、漢本である。万葉集には、元暦後本などがあり、元暦元年に、競合の奥書きがあるが、全巻は揃っていない。共に、平安時代末期の書写である。なお、先面古写経も、また異色の書籍資料と言えるが、そこでは、和様の使い手数名の筆跡が確認されている。重ね書きの手法も用いて、源氏物語絵巻の言葉書きを書いた12世紀前半の、藤原惟房。上述の足手和漢朗英秋書を書写した12世紀後半の藤原惟行は共に世孫寺家の出身で三後の一人で和様を大成した藤原洪勢から数えて3代目と6代目にあたる。共に宮廷において最も権威のある流麗典雅な書法とされた世孫寺流に属している。なお、6代惟行は日本最初の諸論書夜覚帝金賞を7代惟経も、藤原宣長から授かった秘伝をまとめた、諸論書、斎王章を表している。方言の乱の当事者の一人で、法性寺伝、法性寺関白と言われた、藤原忠通も能書家として知られた。その書風を、法性寺流と言い、平安時代末期から、鎌倉時代中期にかけて流行した。世孫寺流の書風をもとに、力強さと豪放さを加えた男性的な書を特徴としている。法性寺流の書法は、この九条兼実、その子義経らに受け継がれ、当時の書法の人気を、世尊寺流との間で二分した。殷世紀文化の主たる担い手は依然貴族層や僧侶であったが、新興勢力である武士や、庶民の生活にも目が向けられるようになり、そこに文化的関心が寄せられたのもこの時代の特徴であった。常平天領の乱における平将門の東国での反乱を描いた将門記、みちのくにおける全9年の役の経過を記したみちのく話記は、共に地方の合戦に取材したもので、地方武士の様相がよく描かれている。軍記物の先駆けをなすものとして、文学史上の意義も大きく、いずれも日本風の漢文で書かれている。今昔物語集鈴鹿本院世紀に入ると、人々は虚構の世界よりも事実への関心に目覚めた。院世紀から中世の前半にかけての数百年間、上級貴族から中、下級の官人あるいは出家した人々によって、説話を集めて、説話集を編むという文学行為が流行する。以後も、長正3年に仏教説話を集めて、説法の手控えとした内聞集、12世紀前半の古本説話集、治承3年に平康頼によって表された宝物集などの説話集が成立し、説話文学の大きな流れは時代に継承されていく。社会が変貌する中で、貴族はもはや自己の現実生活の中から題材を見出すことが難しくなり、源氏物語の後は、創作物語にはこれをしのぐものがなかった。その一方で、時代が転換期を迎えたことを多くの人々が感じ取り、その中で歴史を冷静に見つめる視点が育まれて、映画物語や大鏡などの歴史物語が現れた。映画物語院世紀の物語文学は、源氏物語の圧倒的な評価と影響のもとに生まれた。物語を書こうとした多くの作者は、源氏物語の愛読者でもあった。その一人が、更級日記の作者、菅原高末序であり、虚仏本、更級日記に、藤原定家が付した奥書きには、浜松中納言物語、夜半の寝覚めも、彼女の作と書かれている。いずれも、源氏物語の模倣であるとか、非現実的な題材を扱っているなどと評されるが、それぞれ固有の主題と、新しい傾向を見せているとの評価もあり、近年見直しが進んでいる。菅原高末序、更級日記、藤原定家の著者11世紀後半の物語群の中で最も高い評価を受けてきたのは、六条。西院戦時作と考えられる、佐五郎物語である。主人公の男性佐五郎も大将の追い求めて、充足されない恋の遍歴が、情感豊かに描かれている。12世紀に入ると、新しい主題を求めて、趣向を凝らす傾向が現れる。鳥飼馬や物語が有名で、男女の性格が、正反対の兄弟が、父によって男女入れ替えて育てられ、それぞれの人生を切り開こうとする物語で、現代のジェンダーに通じる主題を扱っている。このほか、10編の短編を集めた、堤中納言物語が伝わっている。作者不詳で、天行3年の成立とされる。説話的な語り口で人生の断面が垣間見られる、歌品で知られ、中でも、虫めずる姫君は風変わりな題材を扱い、後世、人々に読み継がれてきた。少女時代から、名のみ聞く、源氏物語に限りない憧れを抱いて成人した、菅原高末序の日記、更級日記が有名である。弘平3年頃の成立と見られ、関東から京への旅、源氏物語との巡り合い、結婚から晩年に至るまでを記した、生涯の回想日記である。陽炎日記の作者、藤原道綱母は、彼女の叔母にあたり、その影響が指摘されている。他の日記には、女流作家による、常人あじゃり母集、さぬき天示日記、男性による、厳島みゆき記がある。藤原俊成和歌では、御周囲和歌集、金曜和歌集、鹿和歌集、潜在和歌集の直線和歌集が編纂された。これらは、八代集の第4から第7にあたる。主な歌人として、藤原俊成や武士出身の西行が現れ、新古今和歌集の新風形成に影響を与え、中世和歌の形成に大きな役割を果たした。俊成は、治承2年に、長州永宗、西行は、建久元年に、三歌集と称した、四歌集をそれぞれ編纂している。国風文化の時代の和歌の隆盛は、科学の発展を促し、古今和歌集の沖貫之、彼女がその先駆けをなすと言われ、藤原均等の、新鮮随能などの自覚的な著作も現れるに、至ったが、陰盛期に入ると、永久3年に、源利頼によって、利頼随能、宝元3年に、藤原清介によって、袋草子が書かれている。なお、随能とは、和歌の本質を説いた書物の意であり、歌論書を示す普通名詞である。芸能では、貴族層は、前代以来の歌謡である西原や、神楽歌、漢詩や、和歌の名句を吟ずる朗詠を楽しんだ。西原は、日本古来の民謡や和歌を唐楽風に編曲したもので、和言などを伴奏として、貴族の正式な宴の後のくつろい打席などで歌われた。男女の奏聞歌のような歌も多い。西原朗詠は、貴族の正式な宴を、はじめ様々な場面で歌われた。歌神は朗詠の代表的な楽曲で、歌神以外は歌詞を訓読するが、歌神のみはすべて音読された。保安年間に、藤原基俊が、新鮮朗詠集を表している。当時民間の娯楽として、人気のあった猿楽は、滑稽を、主とした、雑芸、歌曲であったが、貴族社会においても注目されるようになった。11世紀後半には、新猿楽器が表されており、藤原明衡の晩年の手になるものではないかと考えられている。本来は豊作を祈る、田遊びの芸能に由来する、地方農村の労働歌舞であり、笛、鼓、ささらなどの囃子に合わせて踊る田楽も、同様に貴族の関心を引くようになり、やがて、京都や奈良に入って芸能化されると、宮廷にも流れ込んでいった。中でも松尾社の、松尾祭りの田楽や、永長元年の夏に爆発的に流行した、永長の大田楽は有名で、乱舞した人々が、宮中に入り、一条の人、皆狂うがごとしとの記録がある。眼光の乱れによって、伏兵を知る義家、御三年合戦へ言葉より、当時の民間の流行歌謡であり、白拍子という女性芸人の歌う75調4句を基調とする今用も貴族社会でもてはやされた。後白河院も自ら10代の頃より、美濃国の青墓の傀儡師を師として厳しく今用を修練している。陰盛期最大の文化人、大江正房にも、傀儡式や遊女記、洛陽田楽記などの著作がある。大江正房はまた、源義家に兵法を授け、それによって、義家は、御三年の役において、眼光の乱れによって、伏兵を知ることができたとの逸話が残る。このように、院をはじめとする、貴族社会と、武士、庶民の間の文化交流には、かなりの広がりが見られた。これは、院政が摂関化を牽制するため、受領僧を、主な支持基盤としていたこととも無縁ではない。これらのほか、仏教音楽としては声明、また、法華経を読む度胸も盛んであった。後白河法皇は、自ら今様や西原を集めて分類し、治承3年、良人秘抄を編纂した。法皇は、男装した女性が今用を歌いながら舞う白拍子や、歌に合わせて操り、人形を踊らせる芸などを演ずる傀儡などの芸人とも交流を持ち、自ら歌を教えたり、未知の歌を教わったりしている。これらの歌には一部に形式化の傾向も見られた。当時の和歌とは異なり、庶民の生活感情がよく現れていると言われ、貴族の遊園のみならず、祇園祭りなどの御例会や、大寺院の法会などでもしばしば演じられるようになった。今用、良人秘抄は、猟のゴミが舞うほどの美しい歌い方の秘伝、秘密を語った唱本という意味を持ち、その中には、極楽を歌った、極楽歌もあって、浄土教の広まりを示している。また、建武新世紀の二条河原の楽書の原型となるような、ざれ歌がすでに見られることも注目に値する。漢文を訓読する際に訓典を記入することは、奈良時代末期から見られるが、殷世紀には、おこと典をはじめ訓法が、流派ごとに固定してくる。代表的な訓典資料として、大慈恩寺三蔵法師伝などがある。日本語を記した辞書として10世紀末頃にはすでに、和名類辞書が作られていたが、殷世紀にも新たな動きがあった。千社未抄の図書料本、類呪名義抄と、橘の忠兼の、いろはあざる一章がそれである。前者は、部首別に分類された漢字の読みや意味を出典とともに、掲げたものであり、鎌倉時代に入った後は大幅に改変され、漢字印本が作られた。後者は、いろは別、意義分野別に分類された語の読みから漢字を引くもので、あり、こちらも増補されて10巻本、いろはあざる一章が作られた。共に、後世の国語辞書に与えた影響が大きい。また、民革によって、漢字や、梵字の発音の研究も行われた。民革には、版音作法、梵字形音義、七端要訣などの著作がある。殷世紀は、六国史のような漢宣の歴史書があまりなくなった。一方、上述のように、歴史物語が、盛んに表された時代であった。この時期の歴史書には、不創略記、本朝世紀がある。朝廷で行われる、儀式次第を定めたのが儀式書である。殷世紀には、大江正房が現れて、後家次第を、編録し、前代の藤原近東、北山章、藤原実資、小野宮年中行事と合わせ、王朝儀式書の鏡として重用された。このほか、殷世紀には、藤原為房、泉州筆や源有人の、叙一章、秋玉飛章など、部門別儀式書や、儀式分類記的な著作が編まれるようになった。当時の中国では、印刷術が発達し、日本でも、摺本と称して、高額の人々が、中国の印刷本を珍重した。そうした中で、特に著名なのが、太平御覧である。太平御覧は、宋代の初期に成立した類書の一つで、古くからのあらゆる書を引用し、55部門に分類編集した1000巻に、及ぶ一種の大百科全書である。瀬戸内航路の確保、太宰府の対外交渉権の接収、摂津国大輪電泊の修築、宋船入港許可などによって、日宋貿易を拡大した、平清盛は、治承3年に、太平御覧を購入して書写させ、写本は手元に置いて、摺本を高倉天皇に献上している。強装束の一例、献本着色伝、源頼朝造貴族の装束が、それまでの柔らかなシルエットの異装束より、大ぶりで角が切り立ったかのような強装束へと、移り変わっていったのもこの頃である。摂関期の頃の公家の着用した異装束は、全体的にゆったりとできており、服の生地自体も薄く柔らかなものであった。しかし殷世紀に入ると、厚い生地に強く、糊をかけ、こわばった印象へと変化していった。冠も漆を塗って硬化させ、従来、後部に垂れ下がって、風が吹くとたなびいていた絵も、一旦上に上げてから下に垂らすようになった。全体として、優美さを見せることよりも、意義を正すことへの推移が見て取れ、こうした変化は、武士階級の台頭と無関係ではないと考えられる。ありがとうございます。